うまい、寿司がうまい、寿司がめっちゃうまい、うん、うん、サーモンも美味しい、うまい、マグロが、YouTube をご覧の皆様、おはよう、こんにちは、こんばんは。いつ見てるかわからないので挨拶を全部しました。いやー久しぶりです。いや今ちょっとねご飯の方をね食事をとってました。今日はまあ寿司をね食べてました。うん、いや寿司ね普段こう買ったりはしないんですよ。みんな買ってる？うん、結構ね家族があったりとかね、普通の家庭、一般のお家とかやったらこういう寿司はね結構買ってると思うんだけど、俺は買ってないんや。でも買って食べたっていうのは、みんな寿司娘って知ってるかな。寿司娘、うん、自分も知らんかってんけど、前道端を歩いとったらね、まあ、歩くって道端しかないんやけど、色とりどりのね、まあ、カラフルな服を着たまあ人たちがなんかごそごそしとったから、まあ何かなちょっと声かけてみたんよ。で声かけてみたら、なんと、うん、その子らが寿司娘っていう子らやって、うん、何なんかな思ってしとったら、私たち今からストリートライブをするんですよ言って、でそこで台とかをね準備しとったよ、ごそごそって。でまあ、うん、ええー、なあ思って、まあ暇やし見ようかなと。すごい炎天下で、炎天下やからこう携帯のムービー撮ってもさ、ムービー機能が途中で終わんねんか、携帯熱持ったらムービー機能終わりますってそれぐらい熱かって、うん、でそこで見とってんけど、ほんだら、サーモン担当とかさ、うん、いくら担当とかさ、いくらあんのか知らんけど、まあそういう寿司のネタの、担当、全然俺、うん、言うてアイドルとかパステソぐらいしか知らんから、うん、なんとか担当って言うけどさっぱりわからんかったんよ。一つだけ思ったんが、例えば色担当とか言ったらサイリウムってあるやん、ポキッと折ってよくオタクさんがポンポン振っとるやつ、うん、赤担当の例えばアイドルが折ったらポキッと折るこのサイリウムスティックな、うん、これ赤いの、赤いの振るんやってっていう意味で色の担当とかあんねんけど、これは寿司のネタを担当やっていうか、だからもうその辺も全然わからん、うん、ねんけど、なんかね今日なんかその子らがライブをして、アイドル活動の一環としてのライブと、もう一つ理由があるんが、なんと7月の28日かなライブがあるらしくて、それの呼び込みやってて、でなんと、250人かな、ちょっと忘れてんけど、この動画の後にねすべてちゃんと詳細あるからそれ見たらすごいわかるんだけど、なんかある、規定の人数がいるんだって。その人数をお客さん呼べなかったら寿司娘解散するらしいよ。そうさせたらあかんから、みんな言ってあげてほしいね。うん、言うてほんまに僕もね全然わからへんから、とりあえず CD を買ってみた。でその CD もたくさん種類があって、で今のメンバーの数になる前の少ない時の CD もあれば、最新のやつはね、まあ、DVD もついてていろんな曲が入って人数も増えたバージョンのやつも売ってる。うん、今どれがおすすめかないうことで、やっぱ動画紹介させてもらう分にはね、やっぱりこう最新のアルバム、DVD も入ったやつやって、要するに一番高いやつやね。うん、まあ値段とか僕どんなでもよかったけどね、多かった1600円のやつよかった。うん、でそれの DVD の様子もちょっと YouTube でこの後どうぞって言いたかったんけど、それは寿司娘のライブに行ってお買い求めください。はい、多分ね物販もあると思うんで、喋ったりもね全然できると思うんで、チェキもねあると思うんで、よかったらね行ってみんなの力で寿司娘を解散から救って活動を継続させてあげてください。はい、ワクワクさせ隊の監督でした。バイバーイ。